マコードハコガメは、石ガメかハコガメ属に分類されるカメ。中華人民共和国に分布すると考えられている。最大高長16.5センチメートル。廃坑は、ドーム状に盛り上がり、上から見ると幅広い卵型。C 甲板にあまり発達しない筋状の盛り上がりがある。後部園甲板は、ノコギリ状に尖らない。廃坑の色彩は、赤褐色や暗褐色で、 炎甲板の外縁に暗色の反紋が入る個体もいる。復興はやや幅広い卵型で、左右の交換板の間にはわずかに切れ込みが入る。復興の色彩は、喉甲板と肩甲板後部、その他の甲板は中央部が黒や暗褐色で、外縁は黄色、頭部は小型、上顎の先端はほとんど突出せず、針状にも尖らない。 粉炭から頸部にかけて2本の暗色の筋模様が入る。獅子の指跡には水かきが発達する。獅子の背面の色彩は褐色、喉や獅子の覆面、尾の基部の色彩は黄色。腰体は後部円甲板がノコギリ状に尖るが成長に伴い滑らかになる。オスは復興の中央部がやや凹むことがあり。 左右の股間板の間の切れ込みの幅が広い。メスは、復興の中央部が平坦か、やや突出し、左右の股間板の間の切れ込みの幅が狭い。アメリカ合衆国で、ペット用に流通した個体を元に記載されたため、正確な分布や野生下での生態は不明。植生は雑食で、飼育下では昆虫、ミミズ、果実などを食べた例がある。種商業マッコーディは、 模式標本となった個体を提供したウィリアム・ P ・マッコードへの懸命。開発による生息地の破壊や食用の乱獲などにより生息数が激減している。ペット用とされることもあり、日本にも輸入されている。流通は稀で2000年に箱がメ属がワシントン条約付属諸通書に記載されたため、流通量はさらに激減した。 現在は主に飼育か繁殖個体が流通する。陸上を広めにとったアクアテラリウムか大型の水場を設けたテラリウムで飼育される。強い光を嫌う傾向があるため照明器具は光の弱いものにしたり、保温器具は光の出ないものを用いる。飼育下では人工飼料にもえづく。ありがとうございます。